はい、皆さんどうもこんにちは、広瀬のカットレーターです。今日はですね、また行きつけの酒屋さんにね、ウイスキーを買いに行きたいと思います。では、行ってきます。
いかがだったでしょうか。こちらの酒屋さんはですね、山形県でも一二を争う品ぞろえの酒屋さんで、最近はね少量銘柄ですが量り売りもしていますので、ミスキー初心者の方にも優しい酒屋さんとなっています。概要欄にねお店の情報など記載していますので、量り売りなど興味のある方はねこちらの店に行って買ってみてください。そんな酒屋さんですね、今回購入させていただいたウイスキーはこちら、じゃん、ブティックウイスキー社がリリースするワールドウイスキーブレンド。こちらはですねブレンデッドウイスキーとなっています。まずは情報から。ブティックウイスキー社はシングルモルトやグレーン、ブレンデッドなど世界の素晴らしいウイスキーを提供する2012年に誕生したインディペンデントボトラーです。ワールドウイスキーブレンドは合計14カップのウイスキーが使用されたブレンデッドウイスキーとなっており、スコットランド、アイルランド、スウェーデン、スイス、オランダ、イタリア、ドイツ、フランス、アメリカ、カナダ、フィンランド、インド、台湾、日本の14カ国のウイスキーがブレンドされています。ということですね、2021年に発売されたブティックウイスキー社がリリースするワールドウイスキーブレンド、話題にもなってるのね、知っている方も多いのではないでしょうか。まずねこのウイスキーのすごいところは、なんといってもね14カ国もの国で作られているモルト原酒やグレーン原酒をブレンドしているところです。日本でもねよく聞くワールドブレンデッドウイスキー、サントリーの青やイチローズモルトホワイトラベルなどありますが、それらはせいぜい5、6カ国のウイスキーをブレンドしたものなので、14カ国のウイスキーをブレンドしたこのウイスキーはかなりね珍しいものなんですね。ワールドブレンデッドという言葉を飛び越えてアースブレンドと言ってもいいかもしれませんね。このウイスキーをリリースしたブディックウイスキー社は2012年に誕生した比較的新しいボトラーズですが、最近はウイスキペディアのマスター倉田英二さんが描かれたシークレットスペイサイドやボーモア36年などが有名ですね。このね特徴的なラベルのイラストを描くのはエミリー・チャペルさんで、その独特なイラストはウイスキー好きならずとも目を引くイラストとなっています。実はね私まだブティックウイスキー社のウイスキーで飲んだ時なくて、今回飲むこちらがね初めて飲むブティックウイスキー社のウイスキーとなっています。こちらはですね先ほどの行きつけの酒屋さんで購入させていただきました。価格は3800円、容量は 700ml、 アルコール度数は 41.6 度となっています。ではね早速こちらで飲んでいきたいと思います。このようにですね、コルクキャップとなっています。色味はですね、この少し黄色みがかった黄金色ですかね。はい、ではですね、早速香りから。おお、香りはですね、すごくね、爽やかな香りというか、ちょっとね、メンソールのような香りがして、そして、ね、柑橘系の甘いフルーティーな香りもあります。スモーキーさはねほとんどありません。とてもねグレーンと麦芽と両方ね感じられる不思議な香りとなっていますね。では、ね、早速いただきたいと思います。おお、うん、すごくね口当たりはライトテイストです。ちょっとねこう駄菓子のような子供向けの優しい甘みがあって、中間にはねすごくビリビリとしたスパイシーな味わいがありますね。そして甘さが目立つんですが、その中にもビターさやちょっと辛みも少しあって、本当にねすごく不思議な味わいです。このね辛みとスパイス感がワールドブレンデッドウイスキーの名にふさわしい異国情緒あるね味わいのウイスキーを醸し出してますね。ワールドブレンデッドウイスキーを飛び越えたアースブレンデッドウイスキー、これはねぜひ皆さんにも挑戦してほしいウイスキーですね。どの国のどのような銘柄が使われているのかは分かりませんが、スコッチらしさもあり、台湾らしさもあり、日本らしさもあり、インドらしさもある、本当にね不思議な味のウイスキーです。裏ラベルを見てみるとこのようにね面白いんですよ。緑茶割りだったりココナッツウォーター割りをおすすめしてくれているので、こういうの面白いですよね。ウイスキーの緑茶割りなんてやらないですよね。私が知ってるのは漫画のバーレモンハートという本で、その中に登場するまっちゃんがいるんですが、まっちゃんがオールドのねウーロン割りをしてマスターがね白い目で見るという風景がね描かれていましたので、まあ、実際ねウイスキーのお茶割りってどうなんでしょうね。ぜひねウイスキーのお茶割りがね世界的にスタンダードになれるように
お茶割りの良さをね、このボトルから広めていってほしいなと願うばかりです。ちょっと今度ね、お茶割りやってみたいなと思いますね。このブティックウイスキー社のワールドウイスキーブレンドは価格もね、3000円台で買えるボトルなので、まだね、ギリギリ手頃に買える価格帯のウイスキーだと思います。まあ、ぜひね、少し変わったウイスキーを飲んでみたい方はこのね、ワールドウイスキーブレンドを買って飲んでみてください。ということですね、今日のヒロシの隠れ家は田舎の酒屋で買ってきたワールドブレンデッドを超えたアースブレンデッドウイスキー、ブティックウイスキー社のリリースするワールドウイスキーブレンドをご紹介させていただきました。ではまた。